トップダンディーリアルでは内勤運営スタッフプレイヤーを大募集してます。興味ある方は概要欄にあるインスタからご連絡お待ちしてます。どこいさんだぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。吉田さん撮りました。初飲み直し。初めて飲み直し。マジっすか。おめでとうございます。そう、ライト君、聞きたかったのは、はい、この間階段でぶっ潰れたの覚えてます？ほぼ覚えてないです後日あの写真見せてもらったんですけど、はい、なんか布団みたいになって。そうこれねこれです。なんか潰れるにも限度ありますよ。これはヤバかった。泣いてたらしいです。しかもちょっと泣いてました。大泣きしてたらしい。あ、だからソファーぶん殴ってました。マジですか。無言でバッバッて。やばいやばい。自主禁酒っていう形で、はい、今やらせていただいてます。いや、今日も飲んでないの。あ、ちょっと禁酒じゃないこれからはちょっと改めて、まあ、とりあえず翔太さん飲み直しおめでとうという形で。確かに、それは本当におめでとうございます。予備ってのはどういうことですか。予備って言ったら要は写真締めてますね。マジっすか。追加で、はい、他の子が。あ、他の子が、はい、やばいっす。来てる。人生山あり谷間ありですね。あ、髪めっちゃ切りましたね。めっちゃ切った。なんで失礼っすか。失礼します。長すぎてうざかったんで。あ、それだけでいいです。いや、良かったっすね、ショートさん。いや、良かったっす。いや、ここからなんで、ここからちょっと伝説を作り、ニーズを探す。ニーズに合わせて、それになりきる。ニーズを自己暗示っすか。7分でニーズを拾わなきゃいけない。お出す。あ、全然あるっす。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。そうだ、これね、3年ぶりぐらいに来たんだけど、パッツンパッツンなんだけど。めちゃめちゃいいお店用意してました。お世話になってます。すいません、おしぼりです。あ、すいません。はい、赤ちょっとこれ、いいですか。おお、はい、おお、はい、あ、ちょっと、はい、ちょっとマジで、はい、あ、おお、すげえ、ありがとう。おめでとうございます。ありがとう、おい、ありがとう。おお、これがね、めっちゃ使わせてもらいます。あ、そうですね。これ気持ちよさそうだね。センスがいい。ね、これ掛け布団とかも好きだから。あ、そうなんですか。ありがとうございます。会長、気遣っていただいて。はい、どうもです。大丈夫です。今年も。はい。よろしくお願いします、会長。ありがとうございます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 。おー、まあ、そうそう。一応なんか、いろいろ出店に関して、なんか聞きたいこととかあるっていう。あ、そうですね。はい。それまでお酒そんなに入ってないうちに、このプロ話されたらな、なんて。なんかその、まあ、50、60とか求め出したら空いてくるもんなんですか。まあ、そこはもう時期のところでも早打ちでもう押さえとくっていう形になるよね、はい、借りて押さえといてその時期が来るまで、はい、で箱が空いてじゃあつってカレー賃がもったいないからつってポンとやるっていうのはちょっと、はい、やっぱりねいろいろ見たんだけどスタートは固めてからドンが一番いい、はい、でなりながらのスタートの分っていくと、はい、あんまこう店に関しては、はい、あんまよろしくなかったりとかするんだよね、はい、であと、まあ、俺が心配するのはそのディフェンスの部分ってそこの人材だよね、はい、人材をちゃんとそのグリップできる人をどんだけっていうところが、はい、そこが非常に不安でしかないのかなって。やっぱりどこか前線に出て思いっきりバンと表に出るわけじゃん、はい、じゃあ店のバックっていう部分のところで人材を誰が管理するのっていう、はい、その管理する手腕を持ってる人っていうのを信頼を勝ち取るなり、はい、一緒に協力してもらうなりそういったものがちょっと見えるかどうかっていうのが、うん、俺の中の判断っていうのはあったんだよね。兼最高のプレイヤーでもあるわけじゃないですか、はい、で広告塔でもあるじゃないですか、はい、なので右腕っていったところの機能がかなり分かるかなと思うんですね、はい、僕だったら2勝は多分僕が持ってきた中で考えるのはやっぱ
小箱から行く方が、はい、2、3人のエネルギーで全部回せるので、はい、いいなとは思うんですよね。でそこからもう次のターンのネタとして大箱にっていうストーリーができるっていう、はい、まあ、どこにもネームがあるから、はい、ある程度の箱のスタートじゃないとかっこつかないみたいな部分もちょっとあるっちゃあるんで、はい、客数は何だろうとかイメージはこの間見せてもらった頃は12とかなんで、うん、最低でもその倍はなきゃな、まあ、まあ割って割ってでも、うん、なるほどね、うん、僕心配なのがね本当そのどっこい の, あのマネジメントの対人に対してのところって、まあ、いろいろ人にはいろんなやり方あると思うんだけど、はい、いかにどっこいさんの店を大きくしようと思ってもらえるメンバーに育成できるかどうかっていうところ、はいはい、パッと見るところで向上は必要な気がするなとはちょっと思ってて、はい、ちょっと最初に話してます、はい、何でみんなそんな焦ってやりたがるのかなと思われめっちゃ見切りでみんなバー出すぐらいの感覚でやるじゃん、うん、出すのがゴールじゃなくて、はい、そっからがそれスタートであるのでそっからどういう風にしていくかが、はい、うん、よっぽどすごい大事で、はい、プレイヤーの旬ってあるけど経営の旬ってないと思う、うん、いつやってもいいし別に今が悪い状態でも頑張ったらいつでもよくできるし、はい、逆に今めっちゃ良くても下がる時もあると思うし、はい、上がって下がってそれはどの 大企業でもさずっと新潟上がりなんてないです、はい、アップルとかグーグルですらないしだからそのちゃんと準備をしてやった方がいいっていうのはずっと話してる、はい、今そのちょうど期間がチャンスタイムだと思うから、はい、すごく今は選択肢としては贅沢なんじゃないかなと思うけどね、はい、だって箱のサイズ感もそうだしあの運営を学べるとか、はい、自分も学べるっていうのもあるからだからそれトータルであの結構ちゃんと俺は準備していい状態でしっかりこう出して、まあ、これがどっこいさんのお店なんてすごいっていうふうな期待値でやった方がいいんじゃないのかなっていうふうには感じてるんですよね。だからまあ僕も会長と一緒で最終的に将来は何を選ぶかなと思うんですけど、まあ、本人がすぐにやりたいって言った時はちょっとバックアップしてあげてほしいなってね思うんで、まあ僕らはね、本当にもうずっと前の段階からもドックなんとお願いしますって言われてドックはこうこうこうでも絶対にもうすごくこう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 貢献してこうです、はい、ってことをずっとなんか、はい、あの催眠かけられてはい、向こうにこれはちょっと学んでというか、やってもらいたいっていうか、はい、そういうあるんだけど、はい、算数のその先っていう、はい、うん算数のその先を考えられるっていう桜がそれやれてるんだけど、はい、あの損して得取れ、はい、目の前は失うかもしれないけども、はい、でも長期にわたってガンとこう利を得る特に人の心っていうところ目の前の算数やっちゃうと、まあまあうね、失う人ももちろんいるとか裏切る人も本当にいっぱいいる、うん、なんだけども残ってくれた人がもうえげつないいろんなものを持ってきてくれるって、はい、そういうふうに思います、はいはい、どっこいは優しすぎるっていうところが、うんうんうん、ちゃんと言うべきことを言って、はい、で伝えるっていうような、はい、ところが実はちょっとだから動画で見せてるどっこいとは全然ちょっと実は真逆であったり本当は内情はめちゃくちゃもうやっぱ優しくて実際にこのスタッフに対しての愛情っていうところっていうのが深くでそれがゆえにみたいなところがあったりとか僕は翔平の一番の魅力は、うん、商売を長い目で見てるっていうところなんですよ、ね、これそれ本当にすごいなと思って、ねうんうんうん、俺はこれをやるっていう知らしついてる人っていうのは見たことがなかったんで、うんうん、続いてるもんね気がつかしの侍だよね、うん、なんかそういった人たち、うん、そういう人が一番かっこいいなっていうか、うんまあ、うまくいくと思いますし、うん、特に翔平はそういう本当に厚みを持った男だなっていうふうに思いますね、うんうん、株式会社ディートレジャーでは広報営業部を大募集します。女性、男性、大歓迎です。興味ある方は概要欄にあるメールアドレスか公式 LINE にご連絡お待ちしてます。どっこいさんだぜ。